はい、どうも、財産です。どうも。今日は、ダーツの後輩がうちに飲みに来たんで、急遽ダーツ対決しようと思います。ちなみに元プロイエーイ。ちなみにダーツじゃないよ、プロ辞めてどんぐらい経ちます？プロ辞めて2017年が最後だったから3年ぐらいも経つかな。3年、もう3年ぐらい経ちます。はい。ダイさん、ちなみに、2013年最後の2014年からやってないから7年ぐらい、6、7年ぐらいもうダーツやってないレベルなんですけど、いいダーツができるか。そうですね、引退した者同士。あれ、スモーカーはいつだっけ？スモーカーが2018年ぐらいからだった。18年、2個食べるってことは4年ぶり。4年ぶりの対決。お、そうですね。ボコボコにやられたけど。2018年に山梨、じゃ2017年だから。17年、4年ぶりだ。4年ぶりか。2017年に山梨でやった大会で決勝で当たったぐらい、当たったぶりにの対決になるんで、ちょっとどう出るか、いいダーツができるかどうか、まあ、先輩だから胸を張るつもりでどうぞ頑張ってください。イエーイ。オーケー。いつも顔が違う、あの髪色とかが魔法で変わっちゃうから、いつも違う、なんかいつも綺麗で、キムタクさんが声優知らなかった、知らなくてそれを聞いてちょっとあーやってるな、やってるってなるけど、やっぱりかっこいい、ダテンコで、うん、日本っぽいから、なんか近いと思ってます。よろしくお願いします。結構俺ワンスローもしないんだよ。俺何スローかしました？今入ってるの選ぶのが変わらないかも。かっこいい。いや、しょぼい。これは渋いな。なっちゃんかゆうたくんとこれ食べるんだって、中身が。あー、マジ
人でどの3人かわからんけど3人で食べるので。いやーさっき安定感があった、でもこれか、いやー味噌同じぐらい食べたいよ。よし、自分の信じた道を行く。いいよ。いやー、下手。いやめちゃくちゃ下手。抑えのめっちゃ落ちてる。いいよ、もう正直。危ない。お、安牌、安牌。今、やるべき。危ない、危ない。今やるべきだから。やー、マジだ。大きいの食べようとしてもさ、あの細かいのちょっとダメ。なんでもいいよ。いやー、違うね。大事なすぐままにさせて。いや、ないな。うまいですね。よし、先輩がうまいですね。あ、大丈夫。挟む？あ、めっちゃマスクに引っかかった。いや、いた。いや、渋いな、難しいな。よーし、上がっちゃおうかな。結構かっこいいとこ見せちゃおうかな。ストレス的な感じ。我慢できない。いや、入れに行った。いや、こんな決めたい。やべえなぁ。それやばいなぁ、それは。あ、マジ大きいなぁ。ここまで完成しないともう終わらないから、今日が。それはさすがに。まあ、もっとプロとしてね、やっとかないと、こういうのもやっとかないと。
方もしないと。はい。まだり。いや惜しい。いやしんどいな。これしんどいです。俺それなりに投げてたよ。ママ、何でもできる。ママ、え？え？あ、
本当に今15進入ったの20ぽか20ぽかったけど。あーやらしいやらしいぞ石原先輩がやらしい。で、こっちも違う、そういうのがハッピーにいるのか、いやー基本的にうぶる入んないな。あるある、これ、ダイソン投げて、これも一緒にダイソン投げて、長い。はい、あれネットブルカ4本、3本かな。全然入んなかった。5点打ってんのに負けた。はい、ということで、元プロによる、先輩後輩対決、予想に反して第3クソガチ、ありがとうございました。先輩後輩の厳しさを教えられました。あれ何年ぶりだっけ、スモーカー、2017年だから4年ぶりかな。4年ぶり。4年前まで、スト負けしたんですけど、4年越しでクソガチ。娘のアシストもあり、ストガチということで、いや、完敗ですね。てか、5点打っても負けてるからちょっと恥ずかしい。また面白い動画があったら、どんどん投稿していきたいと思うので、また見てください。チャンネル登録とベル番号よろしくお願いします。いいねボタンよろしくお願いします。ではまた。ね、今急遽夫婦対決。ウェイ。1 2 3